黒きれいなは、日本のタレント、モデル、女優である、東京都出身、プラチナムプロダクション所属、現在も東京都在住、小学5年の時にスカウトされ、中学1年から本格的に仕事を開始、モデル業の傍ら女優、タレントとしても活動、2017年、 サマンサタバサガールズコレクションレディーストーナメント内で行われたサマンサタバサガールズアワードモデルオーディションに出場しグランプリを受賞2018年1月同年度の三愛水着楽園イメージガールに選ばれる三愛水着イメージガールを2000年代生まれが務めるのは史上初のことであったが翌年以降大人の女性モデルを起用した3愛リゾートアンバサダーに転換されたため 現時点で、彼女が、最後の水着イメージガールとなっている。2018年9月、グアム政府観光局からハファディアワードを受賞する。2021年、イースマイル所属の宮本リオと共に、ニャンコ大戦争ガールズとして、スーパー耐久コメッツレーシングのレースクイーンを担当。同ガールズ史上初の2000年代生まれの RQ となった。同年8月、 東京オートサロンのイメージガール、A クラスの2022年度メンバーを決める、セレクション審査にエントリーし、同9月13日、オートサロン事務局の選考により、最終メンバー6名の中に入った。三愛水着イメージガール出身者が、オートサロンのイメージガールを務めるのは、異例のことである。a b 三愛リゾート2018年三愛、水着楽園イメージガール。 黒綺麗な YouTube 2021年4月12日、閲覧。松川七香、ディズニー Vlog、友達とバースデーディズニーに行きました YouTube 2021年4月12日、閲覧。ありがとうございます。